白野明は、元テレビ西日本、毎日放送の男性アナウンサー。神奈川県藤沢市出身。国学院大学卒。テレビ西日本を経て、1973年に毎日、放送移籍主に野球など、スポーツ中継を担当。プロ野球中継では、江夏の21球で知られる1979年の、日本シリーズ第7戦を、はじめ、 1992年10月10日のヤクルト優勝決定試合、1995年の日本シリーズ第2戦などの実況を担当。年末年始恒例の全国高校ラグビー大会では長年にわたり決勝戦の実況を担当。また、かつて行われていたソウル国際女子駅伝のメイン実況も務めた。1981年春の選抜高校野球の 開会式では入場更新曲を歌った松田聖子をゲスト席に迎え実況を務める。曲内では大声アナウンサーとして知られる。また、アナウンサー総出演番組アドリブランドでは時代劇水戸三つ国で息子を出演させるなど親ばかぶりでも知られていた。その模様は無く、丸のまんまアドリブランドに掲載された。2004年に同局を退職した後は、 CS 放送のガオラなどで、プロ野球や、社会人野球の実況を務めていたが、2010年8月4日、MBS アナウンサー時代の後輩、野村刑事の番組、野村で野村大 EX トラ、でスポーツ実況からの引退を発表。ありがとうございます。